兵庫県辰野市には、あ、見つけましたよ、赤トンボ、竿の先。さらにここにも、こっちにも赤トンボ。町のいろんなところに赤トンボがたくさん。その理由は、辰野市は童謡赤トンボの作詞者三木露風の生誕地だからなんです。こちらのホールの名前も赤トンボ文化ホール。今日はこちらで第40回童謡の祭典が開催されます。ということで今回はその模様と童謡の里辰野を紹介します。三木露風生家の近くに赤トンボのメロディーが流れる歌碑があります。辰野市では児童文化の風土作りを目指して1984年童謡の里宣言を行いました。以来さまざまな童謡コンサートなどを開いて童謡を通じた町づくりに取り組んできました。今回紹介する童謡の祭典もその一つ。第40回を数えるコンサートには辰野市内外から11の団体が参加しました。ゲストには合唱と子どもの歌を手掛ける作曲家の阿部隆博さんを迎え、合評が行われました。なんか心から歌を楽しんでいるのにすごく伝わってきて、ちょっとなんか感動しました。童謡の魅力って一番は何だと思われますか？誰でも歌えるようなこうちゃんメロディーラインっていうのがちゃんとあって、でも結構そのプロから見るとなんて言うんでしょう、こう芸術性がすごく高くて、このどっちも融合してるっていうところが童謡 の一番の魅力かなって思っていて、過去 の名作とかもたくさんありますけども、実は新作とかも一生懸命作っていて、で時代に合った歌詞とかメロディーとか和音とかも考えたりして、自分も生み出していかなきゃななんて改めて思いました。辰野市では歌い継がれた童謡だけではなく、新たな童謡を作ろうと40年前から三木露風賞新しい童謡コンクールを開催してきました。これは毎年全国から童謡の詩を募集し、入賞作品には曲がつけられ、新しい童謡として発表されるというものです。これまでに106曲が辰野市から誕生し、全国で歌われています。辰野市の合唱団カシノミが歌うセミの通せっぽもこのコンクールから生まれた曲です。今日は舞台に立たれていかがでしたか？楽しかったですね。楽しかった。辰野で生まれた童謡セミの通せっぽも歌われましたよね、はい、どういったところが印象的で気に入っていらっしゃいますか？全部晩秋弁独特 の表現が出て、終わりじゃなくてしまいって言ってるところが、うん、童謡の素敵なところ、魅力はどういうところだとお考えですか？誰でも立ち冷めるっていうような、こう日本人の持っている DNA の中に入ってる、自然に歌っていける、心からスーッ
と歌っていける。少年少女合唱団が歌うのは辰野で生まれた童謡、雨は足長おじさん。生まれた童謡、雨は足長おじさん、披露してくれましたよね。あの持ち上がらない瞬間が特に一番好きでした。可愛かったですよね。童謡の魅力、素敵なところはどういうところだと思いますか？楽しい歌だったり、ちょっとしんみりする歌だったり、風景を描いている歌だったり、いろんな歌があったあるので、あのみんなたくさんの人にあのそれが広まればなと思っています。歌っとったらめっちゃ楽しそうに聴いてくれるんで、もうこっちもどんどん楽しくなって、練習以上にみんな声でかなっていいと思います。みんなが楽しそうだから聴いてる私たちもすごく笑顔になるんですよ。ありがとうございました。ありがとうございます。童謡の里辰野には童謡にちなんだスポットもあります。こちら赤とんぼ荘の前にある童謡の小道には8つの歌碑があり、前に立つと童謡のメロディーが楽しめます。周りの緑と同様に癒されました。童謡の祭典、続いては神戸市垂水区から参加のハーモニーフレンズ。夏の日は露風生誕100年を記念し、赤とんぼの姉妹曲として作られた童謡です。童謡を通じた町づくりを行う全国各地の町とも交流を育んできました。その一つ、福島県広野町から参加の合唱団、目白たち。今回は広野町で生まれた童謡を披露しました。いかがでしたか？もうすごい素敵なステージで歌うことができて、もう感激でいっぱいです。辰野市も童謡の里なんですが、どういった印象をお持ちですか？広野と同じように、あのやっぱり歴史が息づいてるし、自然に囲まれてるから、とても素敵な歌が生まれるんだなって思いました。練習の時に辰野市の少年少女合唱団と一緒に広野町の花の海を歌ったんですけど、すごく出会いが、もう交流が深まり、すごく嬉しかったです。広野町の童謡にも感謝してるし、辰野市の歌の素晴らしさにも感動してます。第2部では歌手田中久美子さんのコンサートが開かれました。恥ずかしいことでも、あなたの
では様々な童謡のイベントが開かれています。10月1日まで第7回辰野で生まれた童謡歌唱コンクールの出場者を募集しています。詳しくはホームページをご覧ください。三木露風のふるさと辰野市、童謡の里から生まれた童謡の輪がこれからも広がっていきます。